ない自分に飽き飽きだよね。でもそんな自分を世界に一つ大切だよね。過去が未来を決めるじゃないよ。一緒にことがあっても今を笑顔に変えて未来を笑顔に変えようよ。どうしてそんなに落ちてるの。大好きな人を悲しませた。傷つけてしまうよね。ちょくちょく来ていいの？ちょくちょく来てください。お願いします。ありがとうございます。